どうもこんにちは、バッキーです。今ですね、断食3日間断食チャレンジみたいなものやってまして、でまあその今2日目の夜になりますと。でまあちょっとどんな感じかなみたいな感じで、ちょっと実況をまあちょっと述べようかなっていう感じでこの動画をね撮ってるんですけど、今日のね2日目の朝ね、ちょっと熱っぽいというか、あと吐き気と、ちょっと体のだるみがあって、もう今日はね、一日ずっと寝てたんですけど、今ね、ちょっと起きて、お風呂入った後で、今何時かな。まあ、19時ですね。まあ、18時半ぐらいにさっき起きたんかな。で、それで、まあ、ちょっと風呂入って、で、今撮ってるんですけど、まあ、今ね、ちょっとこう熱が引いてきた感じで、まあ、体のだるさみたいなのちょっとなくて、ちょっと筋肉の痛みっぽいのはちょっとありません。発熱した時のあの感じはちょっとあるんですけど、この熱ですね、一見悪いように見えるんですけど、断食の本とかで、書いてたのが、まあ、実はこれ好転反応の一つで、まあ、こんな結構なんかいろいろあるんですって。吐き気とか、腰痛とか、まあ、皮膚の悪化とかあるんですけど、その断食のそのちょっと辛い日の次の日ぐらいからめちゃめちゃ元気になるっていう風にね、まあ、本に書いてて、まあ、多分ちょっと明日最後の3日目なんですけど、3日目元気になっているのかなっていうちょっと予想を抱いてる感じですね。で、結構まあ断食がね、ちょっと最近気になって、でまあちょくちょく断食の本を何冊か読んでて、まあ、4冊ぐらい軽く読んだんですけど、まあ、結構こう自分の中で、まあ、断食って結構その自分の体質にとっては必要なものなのかなっていうふうに、思ってるんですね。で、僕アトピーなんですよ。もうめちゃめちゃ皮膚とか荒れてて、これちょっとね、断食2日目でちょっと今日お風呂入って思ったんですけど、ちょっとマシになってきてるんですけど、結構ね、まあ、あんま見えないかな。まあ、あんま見えないですね。結構ね、かいちゃうんですよね、体で。夜もね、寝れないんですよね、アトピーとかで。で、まあ、結構その深夜に起きて、まあ、こうずっと真剣に書いてるみたいなのがやっぱり辛くて、でやっぱりね、実際そのアトピーの人って結構睡眠障害とかなったりとか、でそこからストレスがかかってうつ病になったりとか、あとはね、そうですね、やっぱりこう、寝れてなかったりとかするもんですから、なんかこう活力がやっぱり基本的には低いんですよね。で、まあ、それでアトピーやっぱどうしたら治るかなみたいな思って、まあ、海とかね入って時とかめちゃめちゃ肌きれいになるんですけど、まあ冬場とか海行けないしみたいな、どうしようみたいなんで、ちょっと本とかを読んでたら、またその断食っていうものに、そういう形でね、僕出会ったんですよね。よくオートファジーとかっていう、そのダイエット健康法みたいな一つで、まあ、そういう断食とか出会う人の方が、まあなんとなくなんですけど多いような感じはするんですけど、で結構その読んでいくと、まあそのいろいろ健康法ってあるじゃないですか。食べた方がいいとかっていうのもあれば、何々は食べない方がいいとかって、まあいろいろあるんですけど、まあこう今現状こう自分のこう健康のためにはやっぱり断食ってまあやっぱこう必要だと、まあ、考えるなみたいな思うんですよね。でやっぱりね、その腸がもう基本的にはね、まあ、しんどい状況にあることが多いんですって。ご飯を3食ね食べるとかってあるんですけど、あれはやっぱりその消化しきれへんくて、もう腸の働きにご飯の量があって、ご飯の量多すぎて腸が働いても追いつかれへんみたいな状態なんですって。でそれが、まあ、その体の中で食べ物がこう腐敗してしまうんですよね。で、これが、まあ、一つの原因だったりするんですね。脂肪に変わってしまったりとか、まあ、体の何らかの不調が、その
食べ物が体の中で腐敗してしまうという。で、腸の中の食、食べ物の滞在時間とかって、女性の方がね、平均の滞在時間は長いと言われてて、男性で便秘じゃない人とかだったら、確かに7時間で、平均的に7時間ぐらいで、まあ、食べたものが、排泄物として出るっていうのが大体7時間ぐらいっていうふうに言われてて、で、ね、男性の便秘とかはちょっと忘れちゃったんですけど、女性の便秘の人とかだったら、その腸の中にその50時間以上滞在するみたいな書かれてたりとかしてて、なんかほんまよひどい時とかだったら週でこう5日間は食べ物が、同じ食べ物が5日間もずっと腸の中にいてるみたいな、滞在してる。で、例えば体温ってまあ37度とかじゃないですか、基本的に。だからその生物が37度の炎天下の下でもうずっと、ね、放置されてると、まあ、こう絶対腐りますよね、傷んで。で、やっぱり口臭とかもそういうその腐敗したこう臭さ、匂いやったりとかするっていう。で、やっぱりこう食べ物を、これはね、断食とはまた別の本で、今ね、ゆっくりとね、腸と脳という、大腸の腸とその腸と脳っていう本で書いてて、まあ、結構面白いなっていうことが書かれてて、そもそも腸ですねを、もう本当一つの側面でしか捉えてないっていうことが多いですよねっていうふうに書かれてるんですね。で、それはその食べ物はその燃料と同じように、なんか薪をね、その入れて、でその薪を燃やして、それが動くエネルギーだから、まあ、食はそのエネルギーの、なんだろう、こう資源みたいなんで、まあ、食べ物を入れて、その食べ物を吸収したら、まあ、人間の体がこう 動きますみたいな、こういう、こう機械的な、一元的な、まあ、ものの一面的なね、ものの見方しかしてないけど、実は腸ってめちゃめちゃ活躍してると。で、それがその第二の脳とも言われるほど腸っていうものがめちゃめちゃ頑張ってるんですよと。場所によっては、その機能によっては、例えばそのホルモンやったかな、免疫か、甲状腺っていうところとかが免疫出すけど、甲状腺よりも実は腸の方が免疫を出してたりとかする、出して作ってたりとかしてるし、ある機能にとっては脳よりも腸の方が優位に、なんだろう、その割合が多く働いてるっていう話とかがあるんですね。で、その腸の中にそのめちゃめちゃこう細胞微生物がね、めちゃめちゃいてて、こう1兆ぐらいいてると。で、体の中でそのマイクロバイオーム、マイクロバイオータみたいな感じで、その生物微生物世界が別個で成り立ってるんですよね。で、でそこのその腸の中では、もうもはやそのなんか、ただ材料を入れて、まあ食べ物っていう燃料を入れて、なんかそうしたらそのエンジンみたいにその燃やして動くのみならず、もうめちゃめちゃ体の重要な機能とかつかさどってて、でその微生物同士も、もうなんかもう、まるでおのおのの別の言語を持ったそのコミュニケーションネットワークが出来上がってるような、めっちゃ複雑な作りになってるっていう、まあ、そんな話があって、結構ふんみたいな感じでですね、あ、腸って本当はもっともっと活躍してるんだっていうね、そうやって面白い本があるんですけど、まあ、っていうのとかもちょっとね、背景になんかこうね、それ読んだりとかして、そうなんですよ。なので、もうずっとその寝てる時とかも、もうずっと胃の中にね、こう食べ物が、まあ、こうあって、まあ、腸とかがね、もう過剰に暴走してるというか、まあ、そう言っていいんですかね。
そういうのがあったりとかして、やっぱりこうアトピーとかなったりとか、体の何らかの、ね、肥満だったりとか、そう問題が起こしてるんですよっていう。で、風邪とかひいた時とか結構食欲なくすじゃないですか。で、食欲ない時頑張って食べた方がいいってあるんですけど、実はその食欲ないっていうのは本当に体が正しい反応してるんですね。今食べ物食べてはいけないっていう反応なんですね。なのでこう苦しい時はね、食欲ない時はね、食べない方がいいというだそうです。で、そうやな、あとはそのちょっと本とか読んでたりとかして、結構その肉をね、高タンパクをたくさん取っていきましょうみたいな、そういう健康法とかがありますよね。低脂質高タンパクかなとか、積極的にね、肉をたくさん取っていきましょうみたいなね、パワーブレッキングファーストみたいな、なんかそういうなんかできるビジネスマンの食事法とかね、あったりとかして、それはその肉でしか摂取できない、タンパク質っていうんですかね、人間の体では生成できない、タンパク質っていうものを、肉を取ることで、その肉のタンパク質をこうね、特別な、タンパク質みたいなこう摂取しましょうみたいな、そういう話とかもあるんですけど、断食の本では、その肉のね、肉めっちゃ摂取していきましょうみたいな、結構やっぱりね、否定されることが多くて、その野菜生活というか、結構ビーガンをね、健康的に推し進めることが多いんですよね。で、牛乳とか動物、牛肉といった、動物性タンパク質っていうのがあるんですけど、これ摂取してしまうと、その腸とかがそっちのね、動物性タンパク質の吸収にめちゃめちゃこう力を注いでしまうから、その指先とか足先の体温が下がるみたいな書かれてて、僕手足めちゃめちゃ冷たくて冷え性なんですけど、それって動物性タンパク質を摂取してたからなんかなとかね、ちょっと思ったりねしますね。はい、いう感じでですね、今ちょっとね、体調がちょっと戻ってきた感じがして、またね、3日目ちょっとどんな感じになるかが、気になるところなんですけど、断食って自分に大事なやでみたいなのをね、自分に聞かせるためみたいな感じでちょっと動画撮ってみました。あとはちょっとアウトプットの確かめですねっていう感じでちょっと撮ってみました。はい、というわけで、3日目ね、今度迎えますっていう感じで、はい、あざーす。